アメリカ政府は普天間基地の移設に伴い海兵隊員8000人をグアムに移転するという日米合意を見直し太平洋の各地に分散させる計画について日本と協議していると明言しました。日本に対して 見直しの計画について、グアムに移る海兵隊員を4500人まで減らし、残りをフィリピンなどでローテーション配備するという報道に対して、国務省が否定しませんでした。国防総省も世界戦略の見直しに伴い、アジア太平洋地域での海兵隊の配備の変更などを日本と話し合っているとしています。これからの協議の中で、普天間の固定化が 私は、いように渡辺副大臣は普天間基地の固定化を避けるためにも辺野古移設を進めるという日本政府の考えをアメリカ側に伝えるとしています。